はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは。桜木人でーす。はい、ということでね、今回もモンスターハンターストーリーズ2、破滅の翼やっていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、今回ね、続きからまたやっていきましょう。どうした？なんてことだ。子供たちが森に行ったっきり帰ってこないんだ。早く探しに行かないと。お？ほう。村で何かあったのか？はい。ゼラード様、これは一体？モンスターが村の近くで姿を現した。ほう、なんと。大きな被害はなかったが、森へ出ていた子供たちがまだ帰ってきていない。なに？捜索の人手が足りていなくてな。そういえばなんか前回クエストっていうか探索行く前にさ、なんか門の前にさ、ちっこいのがいっぱいなんか5人ぐらい集まってたよね。全然気にしてなかったけど、そういうことか。迷子の森に入ってしまったんじゃ。迷子の森。大人でも迷うような場所です。俺も探しに行きます。何？子供たちを探せばいいんだな。俺とライダーさんも一緒に行くぞ。よし、行くぞ。子供たちを探せ。村へ戻った鬼人だったが、竜人たちが騒がしい。子供たちが森へ出かけて帰ってこないという。村の近くに現れたモンスターのせいで帰ってこられないのだよと、気をもむ竜人たち。子供たちを連れ戻すため、鬼人は森へ向かう。なるほど。森か。巨大樹の森ではないんだよね。普通の迷いの森とか言ってたんだけど。モンスターもいっぱいいるのに子供だけでこんなとこまで来るのか。マジか。すごいな、竜人。あー、これ迷うわ。これは、てか入りたくねえわ、これ。迷子になったのは3人らしいぞ。きっと今頃心細いはずだ。一体どこにいるんだろうな。子供たちはモンスターから身を隠しているかもしれない。ここにはススキの原がある。隠れるね、絶好の場所だ。なるほど。というと、ススキが生えてる場所を探せばいい。だが見つけてしまったんだが、俺なんか入ってねえかな、これ。レアス。あ、青頭いるね。青頭ね、倒さなくちゃいけないよ。なんかのね、クエストで出ててね、青頭は結構簡単に倒せるから、まあ行っちゃおう。でパワー系だからスピードで攻めるんだけど、ハンマーかな。とりあえずハンマーで前足を狙う。よいしょ。いいね。真っ向勝負。ドロー。オッケー。胴体はね、残属性が結構効くので。ダブルアクション。いいね。いいダメージだ。よし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 。で、まあ、前足をね、ガンガン狙っていくと。怒りか。怒りん時のやつ、忘れたな。なんだっけ。オッケー。これライドしちゃうか。前足壊しちゃおうか。よーしゃ、いったれ。よーし、 V 破壊。オッケー。よーしゃ、倒した。いいね。で、なんか青頭何体だっけな。3体だっけ。ちょっと忘れちゃったんだけど、なんかクエスト来ててね、青頭いっぱい倒さなきゃいけないよ。よし、これ見れんのかな？クエストとか。あ、クエスト確認ってあったね。確か、これか、3体か。3体なので、まあ見つけたら倒していきましょうみたいな感じですね。おっしゃ、卵。あれは、あれかな？ヤンクックアッシュの卵かな？いろんな卵が出るといいけど、まあできれば違うやつが欲しい。お、これ何の卵だ？これドスジャギじゃね？これ持って帰ってみるか。素朴な潮流。あ、これ多分ドスジャギーだな。ドスジャギーは初めてだね。よし、オッケー。これで、マッピング完了。なんかすげえ、迷ったわ。迷いの森、迷いましたわ、これ。あ、もう道わかんねえわ。俺はどっから来たんだ。多分こっちじゃないか。で、宝箱あるから、こいつは、まあ、もらっていくと。よいしょ。オッケー。毒投げナイフ。そんなのも入ってるのか。あー、そこの宝箱も欲しいな。あ、これ青いやつじゃん。青いやつはね、お、草食種の目覚め。あ、これ目覚めってこれあれじゃね？
伝承の儀のアイテムじゃね。すすきの原どこよ。マジいねえんだけど。ここなんだよな。ここで聞こえるんだよ、鳴き声。どっから聞こえてんだ。わかんねえ、いねえ。ってことはこの近くのはずなんだけど、もう足跡がいっぱいペタペタついてんだけど、全然見つからねえ。まだ行ってない場所があるというのか。ツタ登れねえしな。あ、いたよ、いたよ、ふざけんなよお前。え、なんか違くね、あれ。あ、いた。アルマお兄ちゃん、人間さん、よかった、迎えが来てくれた。もう大丈夫だぞ、お嬢ちゃん。あれ、迷子になったのは3人って聞いたんだけど。すごく大きな木のところで2人とはぐれちゃったの。みんなでお家に帰りたいよ。なるほど。大きな木。この森に唯一ある巨大樹のところだろう。次は巨大樹を目印に探そう。巨大樹？巨大樹ってどこ？マップとかに書いてないかな？マップとかなさそうだな。あれか！これか！お、いたいたいた。助かった。迎えに来てくれてありがとう。アルマさん、人間さん。みんな無事だなって一人足りないぞ。あと一人はどうしたんだ。さっきまで一緒にいたんだけど、助けを呼びに行くって池の方に走って行っちゃって。池なら見たぞ。池なら見たぞ、俺。どこだっけ？なんかね、この近くなんよ。こっちだっけな。これだ、これ、これ。で、どこよ。鳴き声は聞こえる。だが、しかし、いない。落ちてねえよな。あ、いた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 。いた。おい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 。これで全員見つけたな、ライダーさん。おう。みんな無事でよかったにゃ。ライダーさん、アルマさん、ありがとうにゃ。どういうことだ、お前。ルトゥーのものはよく迷子になるからな。レドと何度探しに行ったことか。はい。レドじいちゃんとも迷子を探しに行くなんて、アルマって案外面倒見がいいんだな。おお。そういえば、お父ちゃんから聞いたことがあるにゃ。村に帰れなくなった時、二人が探しに来てくれたって。お。まったく、どこに行っちゃったんだろう。手間のかかる。お？モンスターが近くにいる。お！お！青柱か。青柱だ。だいぶ興奮しているな。おお。興奮しているだけじゃないと思う。え、どういうことだ。何をそんなに怒っているんだろう。え。待って。なんだ、どうした。ああ。子供。かわいい。そっか。子供を守ろうとしていたんだね。大丈夫。その子は傷つけないよ。おお。助かったにゃ。お。ん？こら、お前たち、どこで何をしていたんだ？蜂蜜を少しもらおうとしたら、青柱のママに3日間も追いかけ回ったんだよ。そりゃひでえ。とにかく怪我がなくてよかった。みんなで村に帰ろう。よし。お前どうやって子供がいることを見抜いた？お？モンスターの声を聞いたんだ。モンスターの声？お前やっぱり変だな。おお。人間なのにモンスターの声が聞こえるなんて変わったやつだったんだな、ライダーさんのじいちゃんは。あ。子供とアイルーたちを後ろに。モンスターだ。俺はドボルベルク。こんなやつがここにいるんか。やばいな。嘘。
これは相当強そうだな。やはり何かおかしなことになっている。子供たちが危険だ。追い払う。よし、行くぜ。これパワーで来るか、多分。なので、スピードで攻撃だよな、とりあえず。で、剣だから胴体切っとけば、まあ、なんとかなるんじゃねみたいな。ダブルアクション。あ、ダメだ。剣じゃない。なるほど。じゃあ、なんだ。突な気がしないでもないな。よっしゃ、行ったれい。あ、突じゃない。ハンマーか。これはスピードでダブルアクション狙っていこうか。よいしょ。怒り出したぞ。これライドしちゃっていいんじゃないか、これ。ライドしてスピードだと思うから、テクニックで胴体を狙う。テクニックか。テクニックだから、じゃあパワーでいいのか。パワーで胴体行こう。いいね。よし、いいぞ。ジャイアントスイング全体攻撃だ。やばいやばいやばい。やべえ、落とされたか、これ。落とされたな、くっそ。でパワーで来るからスピードで勝負。スピードダーン。いいね、落とし物ゲット。次、足は何だろう。足、とりあえずスピードで足だけ殴ってみる。アイシクルリージョン。よし、オッケー。足は剣かな。よし、剣だ。いいぞ。回復薬。おお、乱丸、やったね。そう、体力見るの忘れてた。乱丸、ナイス。怒り出したぞ。テクニックで来るよね。うお、あ、これ意外といける、意外といける。よし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 、よくやったな。じゃ次こそライドして、あれだね、テクニックで来るから、じゃパワーで足を殴る。 OK、 いいぞ。でもう一回パワーだな。もう一回パワーで殴る。 V 破壊 OK。 よっしゃ、絆技でクリティカル出していこうか。ドスラッシュ OK。 いいダメージだ。よっしゃ、 V 破壊。もう 3V 破壊したから結構いいだろう。これはパワーだからスピードで攻めるが、剣で大丈夫か。よいしょー、まだいかないか。いやっつー、いいね。まだ倒れない、強いな。じゃあこれ武器をハンマーに持ち替えてスピード、ダブルアクション。おお、すげえ、なんだこのダメージ。よし、おお、グレート、回復薬グレート、すげえ、そんなん使ってくれんの。200。よっしゃ、倒した。いやー、大変だった、一安心だ。これで子供たちの笑い声が村に戻ってくる。おお、いやー、大変だった。俺にはレドじいちゃんのようにモンスターの声は聞こえてこなかったな。早くライダーさんもレドじいちゃんみたいに成長できるといいな。おう、さあみんなを連れて村へ戻ろう。これってファストトラベルしちゃってもいいのかな、これ。やってみるか。起きた。はい、ということで、キリがいいのでね、一旦ここで終わろうかなと思います。
ドボルベルク強いですねあれね一応行動パターンがまあ分かったから、まああそこまで行けたけど、行動パターンとかもうちょっと外してたらやばかったね。はい、ということで、まあ次回はね、子供たちを連れて村へ戻るということで、長老にね、話しかけるところから始めていきたいと思います。ということで、今回こんな感じで終わろうかなと思います。この動画が良かったら、ぜひチャンネル登録、高評価、励みになるんでよろしくお願いします。で、コメントもお待ちしております。ストーリーずつやってて何か楽しいことあったらね、ぜひ書き込んでみてください。はい、ということで、今回ご視聴ありがとうございました。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。